こんにちは、よそやマスターです。えー、今週はですね、えー、春のスプリント王決定戦第46回高松の宮記念についてお話をしたいと思います。えー、高松の宮記念ですが、等、えー、数が18等と揃っているということと、まあ去年の覇者が取り消したり、ちょっとですね、えー、メンバーが、えー、分かれてあの、人気が割れそうなかなり大混戦模様、馬券的にはちょっと面白み、妙、えー、味のあるレースなのかなというふうに思っております、えー。それでは過去のレースを順番に振り返っていきますが、えー、一つ目は去年の秋のスプリント王決定戦の スプリンターズックスですねでこのメンバーからはです、ねえー、2着か二サクラゴスペル3着浮世の風、ウキのノカゼミッキーアイル、ウリウリあたりが出走しよまあちょっと下もいますけどねでレースを見ますと実はですね、この日の、えー、コバの1000万の条件戦よりも、まあ、ペースも遅く時計もかなり遅いレースだったので、まああのー、そういう意味では先行したまあ若干有利な競馬でしたでその流れをでサクラゴスペルは、えー、後位のインから追走して2着ですねこ、まあ、こののレレーース、ス番人気で私この馬ストレートガルから ここにいる当たったんですが、まあそういう展開に恵まれたという見方ができます。で、逆にですね。3着のえー、浮世の風はですね、えー、最後方から追い込んでですね。さ、後方から追い込んでのえー、3着ですね。で、これはですね。前残りの展開。まあレースの上がり32秒8で追い込んでいるように、やはりスプリント戦ではかなりいい脚を使うよといったところですね。であとですね。えっ、ー、と。 逃げた白山ムーンが12着であったり、えー、先行したミッキーアイルがえ4着ですね。でここら辺をどう見るかっていうのはちょっと難しいんですがどちらかというとですね指した右京の風が一番内容はよく見えるんですが、まあ、今回の中京の場バがどちらの先行有利になるのか指し有利になるかによってこの着順はガラガラと入れ替わるというふうに見ていいのかなというふうに思っております。で次ですね シルクロードセーフですね。で、このメンバーからはですね、まあちょっと下も出てくるんですが、えー、勝ったダンス、えー、ダンスディレクターが今回出てこないんですが、ローレル・ベローチェ。あとですね、ビッグアーサあたりが、サトノルパンあたりが出てくるということですね。で、この日はですね、えー、かなり内側が有利なババでした。で、それがあってですね、逃げたローレル・ベローチェとダンスディレクターで決まったんですが、えー、この内容を見るとですね、逃げた、えー、この、 ローレル・ベローチェは2着なんだけれども今回にゲーマー多いことを考えると、まあ、メンバー的に苦しいのかなといった感じですねで逆にですねこの時、えー、一番人気を裏切ってしまった、えー、ビッグアーサー16番ですねこの5着はですね外を回らされた分と見れば、えーまあ、もう1回見直す手ではあってもいいのかなと思っていますなので、えー、どちらかというと、ね、負けてる、えー 2着のローレル・ベローチであれば今回はビッグアーサーでもうちょっとサッとノルパンもですねこの内容を見るとまあこの2番って評価ではいいんですがローレル・ベローチよりはいいんだけどもやはりビッグアーサーの方がちょっと若干上と見るべきかなと思っていますで次ですね半球杯ですね で、このメンバーからはですね、えー、勝ったミッキーアイル、3着の、えー、ブラビッシモあたりが出走してくると。で、このレースもですね、実は、えー、開幕週だったこともあって、ミッキーアイルが楽に逃げを打てました。なので、えー、ミッキーアイルがですね、ねミッキーアイルが、楽に逃げての1着と。で、ブラビッシモが、前回インの3番手の絶好意を走ったんですが、ちょっと直線で不利があったんですね。それを考えると、 まあ、えー、ミッキーアイルトであれば、そんなに差がないという見方でいいのかなと思います。なので、えー、今回、1枠1番、ブラビッシモンが引いたので、そう見てではですね、内側が有利な場合であれば、ちょっと若干注意が必要なのかなと思っています。で、次ですね。えー、っと オーシャンステイステクですねでこのメンバーからはですね勝ったエイシンブルズアイ白山ムーンスノードラゴンあとアルビアの辺りが出走してくるとでこのレースはですね白山ムーンかなり速いペースで逃げましたかつですね中山の馬場はですねそんなに、えーえー、内側が有利じゃない馬場だったのでそういう意味では逃げての2着はまあ あの副長気配を伺わせる内容かなとただまあ8百18番で今回どのぐらいのペースで逃げられるかっていうのがちょっとポイントなんですがあとですね勝ったエイシンブルザイが中段から差しての1着とでスノードラゴンが7番ですねここちょっと展開に恵まれた感もありましたけどね切れたら地蔵にて直線だけ外に出したという3着なんですがまあ長期休明けを考えるとまあ悪くないのかなとでまあ一番強い内容だったのはこのスタートで出遅れて直線で全く終えなかったアルビアノですね なので、まあ、内容を見るとですねアルビアノがまともならば、えー、オーシャンステークス組では一番強そうだよとであと、この前残りの展開になったときにハクサームーンの残り目でやはり長期休明けを、えー、叩たき2層目のスノードラゴンもともとスプリンターズステークスバーですし、ね、でこの辺りがどうもエイシンブルザイを逆転するんじゃないかなという感じがしていますでエイシンブルザイもまあ若干ですが注意が必要といったところですね。 でえー、展開をお見せしながら解説をしますが、えー、一応ローレル・ベローチェが逃げるかなと思ってるんですがずっとです、ね、そんなに速いペースで逃げていないんですね白山ムーンもです、ね、どちらかというとスタートにたまにスタートで遅れてしまうことがある馬なので8 18番逆にいいのかなと思っていますでこれが楽に逃げると白山ムーンも若干注意が必要なんですが、まあ、うちで,です、ね、例えばミッキーアイルであるとか、えー、この。 ローレル・ベル・ウチでルとか、アクティブ・ミノルあたりがちょっと競りかけてくると、差しの届く展開というふうに思っています。ちょっと内からいきますが、ブラビッシュも、ね、先ほどお話ししたようにですね、ミッキー・アイルとの比較では差がないと。で、一番を生かせるババなら、ちょっと注意が必要と。でウキ京の風は追い込みいってですが、スプリンターズセットの内容一番いいよということなので、差しが届く展開になれば注意が必要と。桜ゴスペル、今回ちょっとペース速くなりそうなのでね、まあ、 休み明けです。ちょっと厳しいかなと思うんですが、まあ、スプリンターズセックスの内容から G1 でもそこそこは、えー、通用するといったところですね。で、ビッグアーサー、えー、前回の配線は外回っての配線なので、度外視可能と。まあ、えー、そういう意味では注意が必要ですね。でスノードラゴン、元々 G1 馬ですしね、1年3ヶ月ぶりの前走で、えー、3着ということを考えると若干勝った方がいいだろうと。で、ミッキーアイル、そうですね、これもですね、 うーん前回が楽逃げなのでそういう意味ではちょっとせられると止まっちゃうかなといった感じです。でサトノルパン、まあ、これも全然ダメではないんですが基本的にはです、ね、ビッグアーサーの方がちょっと上かなといった感じですね。でアルビアーノ、えー、前回で,です、ね、あの不利で全く終えていないのでそういう意味ではです、ね、スプリント適性の高さも見せたのでこれは要注意でしょう。 で9、10、11は厳しいと、で、売り売りも、ですね、えー、差しが届く展開になれば堅実に追い込むので、そういう意味では浮世の風と同じように差しが届く展開の時ですね。で、エイシンブルズアイ、えー、前回ですね、まああのー、アルビアーノの不利に恵まれた感はあるんですが、やはりスプリント、あのー スプリント戦線ではそこそこの能力を発揮すると。で、14番、15番、16番、17番は厳しいと。アクサムーンはですね、えー、楽に先行する、または去年のように楽に2番手を追走する競馬になれば、構、え、想、ー、可能というふうに思っています。で、一応ですね、今のところですね、この18頭いるんですが、今週からちょっとコースが中京コース変わるんですね。で、中京がですね、去年も実は、えー、A コース使ってる 高松の宮が行われる前の週までは極端に内側が有利で、実は去年の場合はですね、えっ、ー、と、直前に、この高松の宮県の直前に雨降って、内側をみんな開けて走る競馬になって、それで逆にペースが落ちたことによって、えー、 前残りの競馬になったと。なので、かなりですね、展開が大きく左右しそうなんですね。今年は雨降らなそうなので、そう見たで,ですね、土曜日の競馬を見てですね、予想がちょっとガラッと変わるかもしれないので、今のところちょっと、えー、実行を決めきれないなといった感じです。なので、土曜日の競馬を見てですね、最終的な判断をしたいというふうに思っております。えー、無料会員の方はここで終わらせていただきます。また来週楽しみにしていてください。えー、ここから、有料会員様専用